はい、どうも皆さんこんにちは。今回はコストコに行ってきましたので商品レビューをしてみたいと思います。コストコといえばこちら、目玉商品はホットドッグですね。ドリンク飲み放題付きでたったの180円です。安い。というわけで今回買ってきたのはヤマゼンの炭焼きグリルホットプレートですね。ここからは嫁ちゃんがやっていきます。以前使っていたのはガスコンロの上に乗せる鉄板タイプのものです。今回は電気タイプが欲しかったので電気タイプに買い替えました。うちはマンションなんで煙が出ないことが大事なんです。このプレートは煙と油跳ねを減らすのでいいと思いました。商品の仕様はご覧の通りです。製造国は中国です。では開封します。この部分に熱線が入っています。ではセッティングします。火力、中で焼くと若干煙が出ます。なので弱から中の間で焼くといいと思います。前に使ってた鉄板と違って焼き目がつくので食欲がそそられます。はい、終わりました。鉄板についた油が焦げると煙が出るんですが、この鉄板は油が下に落ちるので煙が少ないです。はい、ということでまとめなんですが、この X グリル煙は少なく油跳ねも少なく、焼肉が終わった後の家の匂いも抑えられました。ですので価格の割にはいい商品だと思います。ご視聴ありがとうございました。登録チャンネル登録終わり終わり